将軍様。将軍様がどうして？今の状況を私に話してください。高塚家の跡取り。私たちはただ近頃天領奉行で起きたことについて話し合いをしていただけです。将軍様がお気になさる必要はございません。そのためだけにこのような人里離れた場所で浪人とカイラギを見張りに置いていたのですか？それは近頃の混乱のせいで安全面の問題を考慮し。黙りなさい。九条家の子息、説明を。はい。もともと交渉が目的で来たのですが、彼らが欲したのは九条家が罪を認めることを記した書面でした。罪を認める？はい。九条家がメガリレーで犯した諸々の罪や近頃起きた様々な失態など。事実を述べているだけで決して捏造ではありません。確かに捏造ではないでしょう。しかしその中には高塚家の功績が多々記されてありました。高塚家は危機に陥っても混乱することなく必死に形勢を変えようとしたと。しかしそれらは全て身も蓋もないことです。何を言う。貴様急に態度を変えよって。話が違う。事実を述べたまで。判断は将軍様が下してくれるでしょう。高塚家は自らの印象を良くしようと捜査し、九条家に取って代わろうとしているだけに過ぎません。そうでなければどうして先の書面にありもしない功績を強調して書いたのでしょう。そしてこのように軟禁する形で僕に署名を強制させるのでしょう。何を言ってる。誰が貴様なんかを軟禁しているというんだ。これは交渉だ。これじゃさっきと全く話が違うじゃないか。状況は概ね理解しました。この赤蔵のザレ言に耳を傾けないでください。将軍様も知っての通り、九条家は以前大きな過ちを犯しました。彼らの話は一言も信じてはなりません。あなたたちの論争に興味はありません。しかし高塚家の跡取り、あなたは天領奉行の地位を得たいと思っている。間違いないですね。それは、はい。将軍様のために全てを捧げる。これは天領奉行衆にいる全ての者が永遠に追い求めることです。そうであればわざわざこんなことをする必要はありません。天領奉行を任命するのは私です。決闘で私に勝った者に新たな天領奉行の座を与えましょう。なあ、将軍様と決闘。初代天領奉行は己が手に握った刀を用いて彼の意志を私に証明しました。それがあったからこそ今の九条家まで受け継がれてきたのです。私に新たな名を認めさせようとするならば、当然それ相応の試練を受ける必要があります。そんな、まさか剣術の心得がないとでも。それとも年を取って自信をなくしているのですか。私のためと口にしておきながら私の刀と相対するのが怖いと。そうですか。ではあなたたちは、高塚さでも何でも私に勝てれば新たな天領奉行と認めましょう。私の前に立つ勇気のある者は一人もいないのですか。僕に挑戦させてください、将軍様。九条家の子息、残念ながらあなたが私に勝っても九条家の犯した過ちが帳消しになることはありません。いえ、勝算があるとは思っていません。それに当主があんな過ちを犯してしまったんです。九条家が天領奉行を受け継いでいくのも終わって当然だと僕は思います。メガリレーを執行していた時、僕は父の考え方に疑問を抱いていました。自分のしていることが間違っていることも自覚していたんです。しかし
どんなに疑いや反省を繰り返しても、たとえ全てを理解していても、行動には移せませんでした。ましてや、誰かを救うこともしませんでした。今の九条家の没落は、そんな僕への罰なのでしょう。僕は何もできなかったんじゃなく、何もしなかったんです。少々残酷ですが、あなたの力では、どちらにしても何もできませんでしたよ。はい。僕の力は微々たるものです。父は話を聞いてくれず、兄も僕を手伝えない。一平に叱られることもしばしばありました。ずっと、ずっとそうだったんです。しかし、少なくとも今は、九条家が最後を迎えようとしている時である今は、僕が九条家の名代なんです。よって、父と同じ責務を果たします。将軍様の言った通り、僕の祖先は刀で自身の意志を証明しました。では、僕にも、この九条鎌治にも、同じ形で終わらせてください。これが僕に残された、何かできる最後の機会なんです。明らかに意味のないことです。しかし、受け入れましょう。かかってきなさい。九条家の誇りは優に始まり、宙を掲げ、生死を超える。あなたの刀がその重みに耐えられますか？ご指導のほどお願いします。これが永遠の中にある変数ですか。しかし、その誇り、まだその地に残っていたようですね。九条鎌治は傷を負いました。高塚さんの跡取り、面倒を見てやってください。挑戦する勇気がなくとも、このような雑務はこなせるでしょう。はあ、返す言葉もございません。誠に申し訳ございません。今の九条家では対局に耐えることはできないでしょう。このことは以前から聞いていました。もともと天領奉行の後継者を探すのは確かに急を要すること。しかし、この決闘を経て、九条家の処置はしばらく保留することにしました。これから高塚家は以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠を誓います。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い、
誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら、私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを肝に銘じておきなさい。はっ、感謝いたします、将軍様。もう結構です。その他の調査は奥詰衆に任せます。あなたたちは私と共に来てください。静かな場所へ行き、話したいことがあります。物事を処理するとき、やっぱり将軍って感じがして威厳たっぷりだったな。そうですか。自分では結構融通が利くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条かましを切っていたでしょう。彼はあのようになる覚悟ができていました。あの目を見ればわかります。九条家には栄光から衰退へと、確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました。九条かましは優秀な後継者ではありませんでしたが、彼はそんな巨大な変化の中、私に変わらないものを見せてくれました。これはあなたたちのおかげでもあります。街の散歩、あなたたちがくれた写真、それらを見たからこそこのことに気づけたのです。これからの九条家はどうなるんだ？まだ天領奉行を引き続きやれるのか？それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、犯した過ちをかき消すことはできません。しかしもう少し時間を与えましょう。何せ過ちを犯したのは彼らだけではないのですから。将軍は間違いを犯さない、犯してはいけないもの。しかし栄として彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。これからの日々、考えるべきことがたくさんあるでしょう。しかし少なくとも今は進むべき道を見つけられたような気がします。それはやはり将軍に任せるでしょう。最も永遠を脅かすのは時間がもたらす摩耗ですから。将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは私が時間とともに変化してしまうことを予測したからなのです。ですが、まとまった考えについてはどんなに困難でもやり遂げようと思います。確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですね。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も健康な将軍の姿が見れた。これで悪い噂とかも自然に消えるはずだ。もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。これは私の生活の一部ではありませんので。それに私に付き添いが必要みたいに言わないでください。では私は帰る準備をします。静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重要でないことはあなたたち人間に任せるとします。おう、じゃあまた今度な。いろいろ予想外のこともたくさん起きたけど、
最後は結構順調にいったな。あとは通行証をミコに返すだけだ。ナルカミ様、あの人が無事でいられますように。信用の木が咲き続けますよ。どんなお仕事も私に与えてくれるのでしょう。ミコ、帰ったぞ。うまくいったぜ。ほう、ならば何時らの物語をしかとわらわに話してもらおうか。実に面白い。堂々たる将軍様が田舎から来た素朴な娘のように城内で買い物をするとは、この目で見られなかったのが誠に惜しまれる。いいんじゃ、あやつはそのようなこと気にせぬ。決してな。じゃが何時らの話によれば、あやつは永遠のあり方について少しだけ触れることができたようじゃな。それが一番重要な収穫じゃ。実を言うと、何時らに通行証を渡した時はここまでの進展があるとは思わなかった。おう、もう全てが止まることを強制することはないみたいだぞ。よく言えば神の独りよがりな思い、悪く言えば俗世の七姿勢でさえより強大な存在を前にした時、なすすべのないこともあるということじゃ。自分で考えろ。とにかく話を聞くと、今回の旅は愉快なものであったみたいじゃな。 A のそれほど堅苦しくない一面も見られたはずじゃ。今度またあやつに会いたいときは、わらわに通行証を借りに来るといい。口では言わぬが、実は結構な寂しがり屋なんじゃ。え、でも付き添いはいらないって。あやつは神じゃ。神に付き添いが必要なわけではなく、付き添いが贅沢すぎるんじゃ。じゃが何時はこの世界に属さぬもの。もしかすればそれが最良の選択となるじゃろう。どうした？何か話したいことでもあるのか？あやつはきっとその飲み物を大層気に入ったんじゃろうな。心の中では大喜びじゃ。きっと早くこの屋台を一心浄土でも開店してくださいと思っていることじゃろう。どうした？何か話したいことでもあるのか？あの人形のことじゃな。人形の規則を修正することは非常に手を焼くことであると、わらわも聞いたことがあるぞ。それはきっとあやつにとって前代未聞と言えるほど大変なことなのじゃろう。想像してみるといい。あの賢いエイですら難しいと感じることを、無双の人たちでさえも解決できぬことじゃ。どうした？何か話したいことでもあるのか？転生して雷電将軍になる。面白い考えではないか。娯楽小説は面白ければ何でもいいんじゃ。じゃがあやつにとって、なんというか少し先進的が過ぎたな。ふむ、今度は
転生して八重宮司になるという題材で募集してみるというのはどうじゃ？どうした？何か話したいことでもあるのか？